はい、皆さんこんにちは。店長の橋とその仲間でございます。はい、今日はですね、ちょっとね、雨で、はい、途中止んだりしてですね、それでちょっとね、K1200R S の外装をちょっとエンブレム付け替えたり、ちょっと磨いたりね、したんですけど、まあ、雨の日といえばですね、やはりね、これに、すいません、付き合ってください。カタログを見ながらね、どうでもいい話をするコーナーでございます。はい。今回ですね、ちょっとね、怖いんですけどね。何が怖いんだろうですよね。で、そんなに古くないんですよ。ついこの間まで売ってたバイクですから。はい。ただね、何を言い出すか、あんまり否定的なことは言いたくない。すいません。こちらでございます。VMAX ですよ。まあ、ただ VMAX ですけど、まあ、あえて言うなら VMAX1700 っていう感じですかね。はい。で、VMAX って言ったら、私、こんなこと言うのもなんですけど、やっぱりね、バイク乗りとしてっていうか、まあ、いろんなずっとバイクがあるんですけど、バイク乗りとして、やっぱりこう、一度は、乗るべきじゃないかと。いや、これは乗んなきゃいけないっていうかね。別にその、所有してうんぬん、まあもちろんありますけど、ちょっとやっぱり乗って、あ、これはっていうバイクがあると思うんですよ。うん。その中の一台が、やっぱりWZR1200 の最初のやつ。ね。初めて出た時。C タイプ。やっぱあれですね。はい。やっぱり、初めて300キロに到達しようというね。うん。バイクですよ。やっぱりあれですよね。で、もう一つは、やっぱりこの VMAX の1200。まあ、最初の VMAX。やっぱりあれはね、乗るべきバイクと、私はね、思ったりするんですが、いかがでしょうか。はい。これがね、CB7 半とか Z2 とかになってくると古すぎるんで、ちょっとね、まあ、あれは、現実的ではないと。うん、それで、あと、なんて言うんですかね、やっぱり古いんですよ。うん、あんまりね、こう嫌なんですよ。乗っておっせえなとかそういうのあんまりね、そういうの好きじゃない。好きじゃないっていうのは、こうそういうふうに思われてほしくないんですよ。やっぱりそういうものじゃないんでね、ああいうバイクは本当に憧れの世界だし、やっぱりその当時すごかったバイクだし、多くの人がね、今でも愛しているし、やっぱりこう乗って、あ、やっぱいいなっていうね、うん、バイクなんですよ。うん、だからそれをやっぱりね、ちょっと現やっぱり今の感覚で乗ってしまうと、何この遅いのとかね。それがやっぱり CB7 半 F とか、うん、もうそうなんですよ。うん、言っちゃ悪いんですけど、やっぱ遅いんですよ。だけどいいんですよ。うん。いいんです、それで。いいんですって変ですけど、そうなんですよ。でも、多くの人、当時それが憧れてたんですよ。で、当時、うわ、すっげえバイクだって言ってみんな乗ってたんですよ。それはいいんですよ。うん。だから、うん、だけど、やっぱりね、これが VMAX になると、今乗っても、すげえ、なんだこれっていうようなバイクなんですよね。うん。で、1200、当時の輸出用ですよね。ブースト。がついてたっていうね、 V ブーストだから VMAX じゃないんですか。 V 型だから VMAX なんですかね、やっぱりね。よくわかんないですけどね。はい、私もよくわからない。で、それがなくなってね、だって VMAX って1985年ぐらいですかね、当時145馬力あったんですよね。頭おかしいですよね。で、 WGR1100 が出たのが90年ですか ?1990 年ですよ。で、147馬力。ね。まあ、馬力云々言ってもしょうがないんですけど、でも、VMAX って本当すごかった。なんだこれっていうぐらいすごいバイク。うん。それを現代に、まあ、もう現代じゃないですけど、これ、蘇らせたのが、これなんですよ。1700なんですよ。だから多くの人が、おぉ、VMAX が復活したよ、すげえバイクがっていうね。うん。っていう、あれなんですよ。で、ヤマハさんはこういうなんかね、運命。ね。VMAX をこうね、新たに作るにあたって、うんたらかんたらっていうことが、
全問答のような問いかけの連続でしたと。 VMAX の開発っていうのはね、性能を競うものでもなく、限定された用途や利便性を追求したものでもない。もう昔の VMAX は性能追求してましたよね。サーキットいかに速く走るかっていうことじゃないですけど、どんだけ速い加速するかね。その段階で違うんですよ、この1700っていうのは。考え方がやっぱりまあ、いろんなことが書かれていますけど、あ、やっぱアメリカ、やっぱり VMAX ってアメリカで作られたんですね、最初ね。ですよね。アメリカ人らしいですよね。あれ、日本人が考えるバイクじゃない。ね。で、怒涛の加速とかね。うん。で、いいんですよ。で、1700って、V 型だから VMAX でいいじゃないですか。確かにね。でもちょっと寂しいんですよね。で、昔はその V ブーストっていうね、で、寂しいのはね、これ21世紀の V ブーストっていうのがある。これに対して、ね、これ新しいのは21世紀の V ブーストがあるんですよ。で、それ何なのかってね、 V ブーストは VMAX のアイデンティティですが、この VMAX にはこれと原理を同じくするメカニズムは用いられていません。まあそうですね。うん。まあインジェクションだし、別にないんですけど、それに代わる技術がヤマハ独自の電子制御技術思想から開発された YCCT、ヤマハ電子制御スロットルと YCCI、ヤマハ電子制御インテークです。アナログでは達成できない領域を電子制御によって補完し、人間の感性に馴染む性能をより高次元に求めるというもの。この VMAX において V ブーストはもはや物理的な機構ではなく、性能概念と言えましょう。寂しい。これ言ってて、これ書いて、こういうのね、作ってね。どうなんですか？確かに時代がね、加速が良ければいいとかね、いかに速い、スピードが出ればいいっていうもんでもないでしょう。ね、確かに安全がどうだとか、いやどうなんだとか、いろんな理由がある。でもスロットルが、電子制御スロットルとそのあれによって、それが V ブーストだって言われてもね、ちょっと寂しい。ちょっと寂しいな。うん。なんかこう、そのことをターボがついてるとか、ね。で、まさしくブーストだなんてね、いう、あれでもよかった。ダメですよね。うん、ダメね。それダメですよね。はい。ダメなんですけど、やっぱりこれ期待していた人いっぱいいると思うんですよ。どんなすっげえバイクが出てくるんだろうね。それすごいですよ。だって237万6000もするんですから、当時にしたんですから、これ出た時。ダントツで高いバイクです。今でこそ300万ぐらいするバイクいっぱいありますけど、VMAX、びっくりしましたよね、これ出た時。うわ、高えっつって。でも消えちゃいましたね。それはどうしてかって言ったら何かが足りなかったんじゃないですか。うん、受け入れてくれなかった、受け入れられなかったんですよ。市場にね。すごい、この、これは単体としてはすごいバイクだと思うんですよ。で、これすごいですよ。こうやって上げると、なんでこんな軽いのってぐらい軽いですからね。400? 何これ、これすげえ軽いって思うぐらい軽いんですよ。でも車両重量311キロですって。そんなに重いのに、なんでこんな軽いのと思っちゃうぐらい、ら重心が低いんでしょうね。うん、いい形も VMAX ですよね。うん、ただ多くの人が期待してたものじゃなかったと思うんですよ。だからなくなっちゃったんですよね。だってヤマハのバイクってずっと作るじゃないですか。例えば SR ね、セローもそうだし、で VMAX もそうだったと思うんですよ。うん、でこれのライバルたちが、他のメーカーはそれにライバルとしていろんなものを出してきましたよね。例えばホンダはなんか何でしたっけ、 VMAX に対しては X4 っていうねバイク出しましたけど、あれすぐ消えちゃいましたよね。あ、そうすると X4 の人に怒られそうだからやめ、あんまり言えないけどね、消えましたよ。で例えばホンダ、まあね、ホンダのことをホンダばっかり言っても、ホンダはあれですよ、 SR に対しては CB400SS っていうの出しましたよね。でも消えちゃいましたよね。あとセローに対しては最初ディグリー出して消えまして、その SL230 っていうのを出してきましたけど、それも消えました。はい。これホンダだけじゃないんですよ。これ対抗したんですよね。例えば鈴木とかもね、
テンプターとかね出しましたけど消えましたよね。で川崎もスーパーシェルパーセローに対してねスーパーシェルパー出してきましたけどやっぱりもうないですもんね。すごいんですよだからヤマハってね。で多くの人がそれを愛してるんですよ、うん、そのバイクをね、うん、だから今でも作られてるわけですよ。 SR にしても、セローにしてもね。で VMAX なくなっちゃったんですよ。なんでなくなっちゃったのかってねが問題ですよね。でモデルチェンジしてるじゃないですか、まあ、SR はまあほとんどか、まあ、モデルチェンジって言ってもねちょっとちょこちょこ変わってるわけですけど、セローに関しては1回ね大きく変わって250になってね、で違うバイクになったけど、うん、トリッカーがいろいろ変えてセロになったけど、でもね、今でもまだ新しく出てちゃんとね生きてるじゃないですか。で VMAX は新しくしたけどダメだった、消えちゃったんですよね。やっぱり VMAX に期待するものじゃなかったってことだと思うんですよね。このすごい VMAX バイクとしてはものすごいバイクなんだけど、 VMAX としてはじゃないんですよ。これはねちょっと違うんだって思われちゃう、たのかなと私は勝手に思います。私は勝手に思っています。はい、皆さんはどうでしょうかね、1700cc の V 型4気筒で、国内省は151馬力これだって151馬力あるんですよ。国内仕様でさえ151馬力。だって、昔の VMAX は一番パワーがあったって145馬力ですから、それよりもはるかにパワーあると、国内仕様でさえ。で、国内仕様の、昔国内仕様の VMAX ありまして、V ブーストがついてないやつ。あれ97馬力でね、うん、ありましたけど、あれはだから VMAX じゃないよねとかいう話もあったけど、でもエンジンが V 型だから VMAX でいいんじゃない？で、V ブーストがついてて VMAX だったら、これは、電子制御スロットルがうんぬんがそれが V ブーストだなんて言ってる、そういうこと言い出したらもうこれは VMAX じゃないってなっちゃうんですよ。やっぱりその V ブーストに匹敵するものがなきゃいけない。それが電子制御スロットルだって言ってもんって思っちゃうんですよ。やっぱり必要なのはもうそうしたらもう下級機とかね、ね、別にターボつけたってスーパーチャージつけたっていいじゃないですか。 1700cc にスーパーチャージつけてね、250馬力ぐらい、いや トルクの方がいいかな、出してね、あとモーターつけるとかね、逆にね、怒涛の加速を生み出すモーターとね、エンジンでねとかね、まあいろんなあると思うんですけど、なんかもったいないですよね。このバイクだったら本当すごいすごいですよね、これもう見るとうわすげえなっていうバイクですよね。でだってちょっと起こしたらすんごい軽いし、なんだこれ300キロあるバイクじゃないですよね。それぐらいすごいんですよね。だなんかもったいない、大きなお世話ね、なんか分かりづらいかな。ね、なんか分かりづらい。形はまあでも昔のあれなんですけど、排気量も大きくなってるし、出力も200馬力ですか、輸出仕様だとね。うわ、すごいな。だけど、なんか分かりづらいんですよね。昔の VMAX はなんか分かりやすかった。あれはすごかった。なんかすごい。うわ、すげえな、これっていうね。あれがあった。で、あれしか、あれじゃなきゃ得られないものっていうか、なんかもうやっぱこれ VMAX なんだよなっていう世界があった。それが新しい VMAX にはなんかちょっと足りなかったのかなってふと思ったりもするのですが、はい、ね、でもねヤマハにとっては非常に大切な MAX。 あとね、これ言っちゃ悪いんですけど VMAX いいですよね。 VMAX すごい。で TMAX ね、 TMAX いいですよ。まあいいですよね。これが SMAX ね、XMAX、NMAX とかね。ちょっとね、あんまり MAXMAX って、しかもスクーターですよ、みんな。いかがなものなんですか？いかがなものですか？あんまりね、そしたらいつの間にかね、他の GMAX とかね、なんか箱でもね、KMAX とか。
ね、他のなんかメーカーがね、そういう名前もついつけてきてね。で、いつの間にかあの、その、GMAX はなくなったけど、このアルファマックスってのがあるらしいですね。日本には入ってきてないですけど。なんかね、もう、まあ、他のメーカーも、なんか他のところもつけたくなるようなね、そのネーミング。それはすごいかなって思いましたけど。今残っているのは MAX というネーミングだけ。みたいになっちゃってね、寂しいですよね。はい、やっぱ危ないものって作っちゃいけないですかね、やっぱりね。昔の VMAX なんか危なかったですもんね。なんか私、一回しか、販売したこと一回だけあるんですよ。で、一回買ってきてね。で、乗ったことあるんですけど、やっぱどうしても、やっぱ一回は VMAX 乗りたいなっていうかね、触ってみたいなと思ったんで。あれ、キャブレター簡単に外れるんですよね。上からボンってはまってるだけなんで、4つがね、こう、ボコってはまるだけなんで、あれ、脱着しやすいんですよ。ある意味いいんですけど、まあ、そんな余計な、それ余計なもんですね。まあ、乗ってね、うわ、すげえなっていう、確かに、そういうバイクですよね。こんな感じでね、ドラッグスタイルじゃないですか。こういうんで、うわーっていうのはあれですけど、こういう姿で、ドーンっていうね、なかなか、いい、あれはいいですよね。最近人気ないんで、あの昔のやつね、もう、人気ない、さすが古くなってきてますしね。あと、駆動系がね、どうしても負担かかるんで、まあ、クラッチが滑るようになっちゃうとすぐね。あと、何ですかね。なんかいろいろあるかと思うんですけど。まあ、人気ないで、なかなか売りづらい。で、やっぱああいうのって、いろんなことか、こういう修理したりすると、修理っていうか、回収するのにお金かかっちゃうんでね。やっぱりそうすると、売るのもなかなか難しいっていうのもあると思うんで、あれなんですけどね。はい。まあ、そんなところですね。今回は、VMAX 新型もうなくなっちゃいましたけど VMAX これ輸出仕様まだ作ってるんですかね、もしかして日本では売れなかったから消えちゃったけど海外にはまだでは作ってるんですかね。一応平行物だったら買えるんですよ、うちでも買えます。買わないですよね、はい。ね、はい、高い、そうですね。250万するんでね、駅でね、ちょっとね考えちゃいますけどね、赤だったかな、カナダ仕様かなんかで、ここが赤いやつ、なんかそれは、あの輸入元にありますね、はい、なんか残ってるから売れない、まあ一応そんなのもあります、ね、はい、ということで今回は VMAX こちらで話させていただきました。長々とご視聴ありがとうございました。